Amazon シンプルウは a は a z o n .com による分散データベースである。Amazon ウェブサービスの一部であり、一般的には Amazon e l エラスティックコンピュートクラウドや Amazon シンプルストレージサービスなどと共に使われるウェブサービスである。2007年12月13日に公開された。CAP テ理ルにおいて一貫性が成立していなく、それゆえ書き込みをしても 一貫性読み込みを指定しない限り、読めるようになるまで1秒程度以下の時間がかかる。アーランで記述されている。EC2IS3 と同じように、Amazon 社は、シンプレブのストレージ使用量、データ転送量及びインターネットへの転送量に応じて課金を行う。2008年12月1日に 1GB のデータと、マシン稼働25時間については、無料となる。 新料金形態を発表した。同一地域内の他の Amazon Web サービスへのデータ転送は無料である。クエリーは SQL に似た公文で行う。関係データベースではないため、ジョインはない。スキーマレスであるため、カラムにデータ型を指定する必要はなく、数値は自動的にクエリーの中では数値として扱える。日付は ISO8601 形式で扱う。 インデックスも自動的に貼られる。一つのカラムに複数のデータを持たせることもできる。ライクを使い、前方一致、後方一致、部分一致の文字列検索ができる。完全なトランザクションは扱えないが、コンディショナルプットとコンディショナルデリートがあり、指定したカラムが指定した値の時のみ更新、削除を行うことができる。これを使い、データの一貫性を保ったまま、 データの更新、削除を行うことができる。データにバージョンを持たせたカラムを付けると、楽観的平行性制御を行える。以下の制約が規定されている。Amazon Sympleb, Limited Beta, Hot For What You Need To Know About Amazon Sympleb, Hot Sympleb, Free Tear, Asiftoin AWS Pricing, Hot Amazon Sympleb Official Homepage, Hot Amazon Sympleb Limits, Amazon シンプレブデベロッパーガイド、ありがとうございます。